はい、シンフォニーの本村です。徳永さんのね、今年のコンサートツアーが始まりましたね。はい、で今回のこの動画はちょっと1曲だけね、その2023年オールベスト2に入っているセットリストの中から1曲あの弾き語りをするので、全く情報を入れたくない方はここで止めてください。まあ1曲ぐらいはネタバレ OK よっていう方はこのまま続きを見ていただければと思います。オールベスト2の中にまさかね、この曲が入ってるなんてちょっと驚きました。現段階では予測でしかないですけれども、おそらくここに入ってくる曲っていうのは、まあ、入れ替わりもね想定してるんじゃないかななんて思うんですけどね。これはあくまでも予測なので、もしかしたら外れるかもしれませんが、そこはまあ今後のねツアーのセットリスト、皆さんからの報告だったりとか、僕も5月26日の人見記念行動は、チケット取ってあるので、そこで、またね発覚するのかなと思います。では、そのねまさかこの曲がみたいなね、ところの、弾き語り、まずは聴いていただきたいと思います。いつも僕の心臓の音が朝になっても高鳴っている。不安恐れ理由はあるけど考えたってのにもならない。心さえも無風の風に揺られ登れない胸に宿る不安に立ち向かったあの日の僕はどこ。終わりが来ない、生きる力ここにあるよ。あの日ギリシャの丘に立つポセイドンの中へ導かれていた。弱さと強さ胸に秘めて生きろと僕は言われた気がした。弱さはね次へ
かう勇気、強さはね、人を幸せにすること。これ本当の本当というか、あの耳コピーはもちろんしている時に少し歌いましたけど、初見で弾き語りで初めて本当の初見で弾けたかもしれない、歌えたかもしれない。ちょっとね、だから編集が楽ですね。これ何回も撮り直してると、なんか編集も含めていろいろ大変なんですけど、うん、ちょっと嬉しいですね。歌えましたね。はい、ということで、あの日のパス、ん?パじゃないね。あの日のポセイドンですね。ポセイドンってなんだよって話なんですけど。ポセイドン。このあの日のポセイドンがね、オールベスト2に入ってたんですよ。セットリストに。あ、僕見に行ってるわけじゃないのに何したかって話なんですけど、まあ、バンちゃんのね、ライブ配信でセットリストを聞いて、で僕も予想してたんで、答え合わせの動画すでに上がってますけれども、まあさすがにね、この曲予測に入れることはできなかったですね。さすがに無理だなこれは。うん、でもやっぱりね、その時も言いましたけど、まあラブパーソンのねツアーがね結局、まあ、飛んじゃって、ほとんどね歌ってでない。徳永さん的には一回だからアコースティックのスペシャルライブかなんかで、そのツアー前のね、その2 days かな、豊洲かな、豊洲ですね、豊洲で会った時、それこそトールちゃん夫妻と僕が会ってこの YouTube でね、トールちゃんのと夫妻との話をこうバーって喋ってるタイミングがあったんですけど、まあ、その時に歌って以来じゃないですかね。まあ、徳永さんで、そのまあスピリチュアルなねものもまあ割と好きじゃないですか。で、この、まあ、ギリシャに行って、まあ、ギリシャのそのポセイドンにね会いに行ったんですよね。でそこでまあ感じるがままにこう詩を紡ぎつつ、多分メロディーもね多分出てきたんだと思うんですけども、まあ、ここに書かれているその弱さと強さ胸に秘めて生きろ、僕は言われた気がしたみたいなところ、まあ、こういうフレーズが多分ねドーンって降りてきて、そこにまあいろいろこう肉付けしていって作ったんじゃないかななんて勝手にね予測してるんですけども、結構深いですよね。強さは人を幸せにすること、まあこのラブパーソンのアルバム全体を通してこう、まあ、愛とかね幸せとかそういうキーワードが、まあ、徳永さんには珍しくというかすごいたくさん出てくるんですよね。でその、まあ、蘇るあの日のポセイドンってことは、まあ、だいぶ過去の
話なんだと思うんですけども、その時のことを思い出して立ち止まっていいと言ってくれた、うん、面白がって生きろとかね、なんか面白いってそのまま使っちゃった、ちょっとこう、まあなかなか徳永さんの詩としては、独創的というかちょっと変わってるというかね、うん、変わってるっていうのはいい意味でね、うん、詩ですよね。まあ前半はね、その心臓の音が朝になっても高鳴っているとか、不安もそれあるけど考えたってどうにもなんないよねとか、まあ、結構そういうちょっとネガティブなワードが並びつつ、まあ、ポセイドンを思い出してね、まあ、心を、まあ、プラスに変えていったみたいな感じなのかな、うん、まあ、ギリシャといえばね、ミコノス島もありますけれどもね、ああいうちょっとこう明るくてね、心が踊るような、まあ、曲調もそうでしたけども、に対してこちらはまあ神秘的というかね、ポセイドンというまあ神に対してまあ導かれて、でまあプラスのエネルギーをもらうみたいなね、そんな感じなんじゃないですかね、うん、はい、ということでね、あのネタバレ含むなのでタイトルのところにはまだ曲名は入れないでおこうかなと、まあツアーがある程度ね、あの進んできたら曲名入れてまたあの変更しておきますけれども、しばらくは、うん、このままいきたいと思います。で、メンバーシップの方ではこのあとね、ラブパーソンからもう一曲別の曲をね、歌おうかなと思います。まあ、僕がそのローテーションで回すんじゃないか、2、3曲回すんじゃないかなって予測していて、そのうちの1曲に入ってくるんじゃないかなって思っている曲ですね。気になる方はメンバーシップ入っていただいて、答え合わせしてください。はい、それでは今日は以上になります。